この動画はモグラの穴の発見から退治に至るまでの記録です。後半に少しグロテスクな映像がありますので、苦手な方はご注意くださいね。さて、皆さんのお宅にモグラが出没することはありませんか？多分なかなかないですよね。我が家の敷地にはこの冬初めてモグラが住み着きました。こんな風にやたら地面が盛り上がり始めました。初めてのことなので、初めは何が何だかわからなかったのですが、あっちもこっちも地面がモリモリになったので、しばらくしてこれがモグラというものかとやっと気づきました。気づくのが遅い。何匹いるのかは定かではありませんが、短期間でどんどん盛り上がりは増えていきました。せっせせっせと地下トンネルを掘っているみたいです。掘り起こされる場所がどんどん増えていきました。なかなか勤勉な働きぶりです。この盛り上がりはモグラ山というようです。庭だけでなく家庭菜園にもモグラ山ができるようになりました。もうこうなると退治するしかありません。盛り上がったところを掘ってみました。これがモグラの穴。直径5センチぐらいのトンネルができていました。いよいよ罠を仕掛けます。こちらが夫が買ってきたモグラ用のトラップです。体をバチッと挟むタイプです。かわいそう。土の中の通り道に埋めて使います。モグラは匂いに敏感らしいので、土で汚してから埋めました。モグラが穴を通って棒に当たるとバネの力で捕らえます。心を鬼にして設置します。設置してしばらくは変化がなかったのですが、なんと驚いたことに、ここから先にはショッキングな映像があります。不安な方はご覧にならないようにお願いします。見たくない。見つけた時はすでに亡くなっていました。死因は分かりませんが、もしかしたら挟まれて身動きが取れなくなったので食事ができず餓死したのかもしれません。モグラは12時間以上何も食べないと餓死してしまうのだそうです。初めて見ましたが、小さくてふわふわの可愛い生き物でした。飼育すれば人にも懐くのだそうです。この日以来、庭も家庭菜園も土が盛り上がらなくなりました。我が家に住み着いたのは1匹だけだったみたいなので、活動範囲の広さに驚きました。それにしてもこちら、なかなか怖い道具でした。庭中に次々できたモグラ山、主を失い今はひっそり。最後までご視聴ありがとうございました。